ちは全体的に中の下大根ヒロイン八代ねねです。中の下か。先輩は可愛いですよ。謎の手に引っ張り込まれ迷い込んだ七不思議3番目鏡地獄の教会。そこで私は司くんに助けられました。花子くんの助手だからって理由で私のことを消そうとしたのに、一体何がどうなっているの？教会では七不思議は最強って花子くん言ってたのに、こんなあっさり。俺ね、はい、ちゃんと言ったんだよ。ミツバは現世にとどまれないくらい弱っちいから、消えたくなかったら頑張って強くなんないとダメだよって。この辺りかな。強くなりたかったら。強い怪を倒して食べなきゃダメだよって。んで、なんで俺んとこ来るんですかね。なのに3番の教会に行けないんだよ。うんうん、なんとか3番の教会に入れてもらおうと思って少年と土下座してみたりしたけどダメだったしさ。お願いします、雲野郎先生。雲野郎先生。あのな、八代がん怪我してたりしたら困る。俺の助手なのに。だから教えてよ土ごもり。ダメ。はあ、七不思議の教会はそれぞれ役割がある。俺の職は学園の記録、うん、2番は空間、つまりそいつの教会を通れば学園内なら大抵の場所には行けますよ。でも2番の教会は先輩がよりしろごとぶっ壊したはずだぜ。ああ、それ管理権を奪っただけだ。教会それ自体は存在してる。もっとも管理者がいないおかげで荒れ果ててはいるだろうがな。そうだろ、エキノコックス。うるさいネクラグモ。大体なんで私が手伝わないといけないのよ。あんたの助手がどうなろうと私の下がじゃん。私から。うどん。わかったわよ。よっしゃー。ここだよね。行くわよ。1、2、3。あ、これは、うわ、なんか小切れになってんな。うるさい。3番の教会まで案内するわ。はぐれるんじゃないわよ。なあキツネ。何よクソガキ。お前って噂変えられてすげえ暴走して俺たちのこと襲いに来てたよな。嫌なこと蒸し返してくるわね。だから何。いや、それってどんな感じなのかなって。はあ、なんでそんなこと知りたいのよ、悪趣味なやつ。やっぱりいい人間なんて美咲だけね。少年はね、噂を変えられて消えちゃった幽霊の友達が忘れられないんだって。あ、ちょっと2番に似てるよね。どこがよ。いい気分じゃないわよ今から思い返すのね。でもあれは確かに私だった。暴走したからって違うものになるわけじゃないわ。自分の中で普段押し殺している一面が無理やり引きずり出されるだけ。そうか。だからもしあんたがその子に何か言葉をかけたなら通じなくても届いてたんじゃない。おだってたとえどんなに歪んでもどんなに姿形が変わっていてもその子はその子なんだから。着いたわ。
この先が三番の教会よ。鏡なのかこれ。なんつーか、まがまがしくね。言っとくけど、私はここまでだから。代わりは自分で何とかするのよ。おう、ありがとな、キツネ。ねえ、出た！キツネって音だ！私のことは、ヤコ姉さんとお呼びなさい。それでいいのよ。それでいいの？それじゃ少年、準備。おう、鏡野郎、ぶっ飛ばしてやら。しゃ、行くぜ！面白いでしょ。怪異にもあるんだよね、心臓って。ちょっとやめて、お願い。はい、あーだーって大根先輩。嫌がってるからね。には優しくしないといけないんだった。ごめんね。よしよし、いい子だから静かにしててね。落ち着いて少年。やっしょ。寝てるだけみたいだ。よかった、え？お前まさか、三つ葉？どうして？だってあの時、消えちまったはずじゃ。三つ葉！お前大丈夫だったのか？怪我とかしてねえか？なんだこの手。まさか、三番？少年、下がって！は？三つ葉？やだやだ、怖いよ、助けて。ごめん、ごめんなさい。三つ葉、食べ終わった？お？お？どうしてここにいるの？三つ葉を守ってくれるものなんだよ。落ち着いてちゃんと制御して。そうそう、上手だね。つかさ、おい、てめえ、そいつに三つ葉に今度は何しやがった。
答えろ。俺は三つ葉の願いを叶えた。その代償は理性、つまり魂の一部。あの時俺は三つ葉の魂の一かけら、理性の部分を抜き取っておいたんだよね。はあ、あとはね、結構簡単だよ。消えかけた低級霊を寄せ集めて作った霊体に三つ葉の魂を埋め込むだけで、ほら三つ葉の出来上がり。でもこれは全然別物。当然だよね。人として生まれて死んだ三つ葉宗介はもうこの世界のどこにもいないんだから。なんでそんなこと。てめえのせいで三つ葉は消えたったのに。一回作ってみたかったんだよね、人造人間。はあ、幽霊だから人造幽霊かな。現世には存在できないくらい弱っちくなっちゃったのは計算外だったけど、でもなんかかっこいいでしょ。ふざけんなよ。三つ葉はお前のおもちゃじゃねえんだぞ。じゃあこんなの作らない方がよかった。ねえ三つ葉、生まれたばかりで何もなかった君は今3番の力を手に入れた。どうする？手に入れた力を奪われてこのまま消えるか、七不思議の席を奪い取ってこの教会の主になるか。言ってごらん三つ葉。消えるなんて嫌だ。何もない僕のまま消えてくくらいなら、それくらいなら七不思議でも何でもなってやる。そう、それを君が望むなら叶えてあげる。今から君が七不思議の三番目だよ、三つ葉。三つ葉。教会はもう三つ葉のもの。どんな会員になりたい？何だってなっていいんだよ。何にでも。じゃあ僕、普通に、普通の人間になりたい。なれる？うん、なれるよ。やめろ！怪異として彼岸に生まれた存在が人として死岸を生きることは許されない。三番の席は。三つ葉。いいの？三つ葉結構強くなったよ。ぐしゃーってやられちゃうかもよ。この場所はもう三つ葉の教会。ここでなら三つ葉は最強なんだから。ほら三つ葉、ぐしゃーって。あれ？三つ葉？そう。あ、いた！け、何してんの？来ないで！決まってるじゃん、逃げるんだよ。なんで？なんで？ん？見てよあいつ！刃物持ったやつに勝てるわけないだろ！平気だよ。新しい力でグシャーってしてよ。無茶言わないで。僕可愛いんだから。やだやだやだ。やって、やらせていただきます。じゃあ行きますね。そこの三人、大根先輩はいいとして、よし、じゃあクレイジーナイフとクソダサ交通ピアス。クレイジーナイフって何？包丁こっち向けんな！とにかくここは僕の場所に納得のままなんだぞ。エロビデオみたいに。そう、エロビデオみたいにって何言わすんだよ。エロやんないよ。
何じゃ、ちょっと何可愛い僕に見とれてるの？ねえ、何なのお前。ピアスダサいし。お前、俺のこと覚えてねえのかよ。は？何言ってんの？わけわかんない。誰だよお前。もういいよね。話して。あ、ちょっと待て。だから何なの。俺の名前はこうだ。あ、女顔。ふん。何これ。うるせえ、持ってろ猫かぶり。はぁ、はいはい、そこまでね。何すん。あ、ミツバはもっと他にやることあるでしょ。はい。ハモロ、殺される。おお、すごいすごい。おい花子、七不思議の席を取り返すには依代を壊せばいいだけなんだけど、社は目を覚まさないし、まずはあの子をおとなしくさせないと。待てよ花子。三つ葉、君はかつて主眼を生きた死者ですらない。聖者とは最も縁遠い純粋な怪異だ。だから人間になんてなれない。諦めて。先輩、僕強くなったんだ。ここの主人に七不思議ってやつになったんだ。だから大根先輩に教会っていうの。壊されるの困る。っていうか、だからその今日はもう帰って。なんだ。おとなしくしてて。またね。ひどい目にあったな。お嬢元気にしてるかな。いやー楽しみ、いや心配だな。あのお茶会で教会の狭間に落っこちてから戻ってくるのに随分かかったからね。お嬢。夏彦、戻ってきてくれたのね。離れて初めてあなたの大切さに気がついたわ。好き。お嬢なんてね。お嬢。
たった今戻ります。そんでね、ミツバがくしゃーってしてないよ、そんなこと。あ、お茶いかが。あ、どうも。さくら、俺のは。え、誰、なんか増えてる。